東海大学附属市原防用高等学校は、千葉県市原市の中部に位置する東海大学附属の私立高等学校である。東海大市原防用、防用の略称が著名である。スクールカラーは緑。部活動は、野球部が甲子園に春夏通じて3回、出場しており、陸上部、バトン部、射撃部も全国大会に出場する強豪である。 全国に1 4校ある東海大学附属高校の一つで、東海大学独自の教育プログラム、現代文明論の附属高校科目である高校現代文明論を中心に各教科が展開されている。1889年にキリスト教徒の教育者である加藤敏子が女子独立学校として東京府南都島郡津のはず村に開校した。加藤敏子の死後、 内村勘蔵が校長に就任し、後に、勝田孫谷が同校を引き受け1901年に聖火学園を設立、1908年に聖火高等女学校と解消した。戦後の学生改革で聖火学園女子高等学校、中学校となる。この頃は歌手や女優が多く在籍していたが、 西新宿一帯の再開発に影響されて1969年に新宿区柏木に移転する。1973年に千葉県市原市の現在地へ移転する。1974年に東海大学と提携し、東海大学総長の松前茂吉が聖火学園理事長に就任した。翌年に東海聖火女子高等学校。1977年に 東海大学聖火女子高等学校、1986年に男女教学科に伴い、東海大学附属防養高等学校、2016年に東海大学附属市原防養高等学校と名称変更を重ねて、現在に至る。学校法人聖火学園は一時兄弟校である、東海大学附属浦安高等学校、 中東部が移管されるなど、学校法人東海大学の千葉県内における運営を担っていたが、現在は学校法人東海大学に統合、編入され、田中信が校長職を務めている。2014年度まで1日目に校内祭2日目に一般公開であったが、2015年度から2日間にかけて一般公開となった。 2019年度は10月25日に千葉県を襲った豪雨災害の影響により1日目が中止となり2日目のみが一般公開となった。ありがとうございます。